自信を持った作品といいますか、非常に緩急のはっきりした中に、まだビアンカにもこんなに力があったのかなというようなスピードのある演技を見せてくれますよ。なるほど。現在演技を終わりました中国のパンチョン選手の演技 9.80 という得点が出ました。さあ注目をしましょう。ビアンカパンはボーギャリア10ポイント。昨日は4種目に10点満点。これで日本に4回目の来日ですが、ブラザーカップはもう3連勝ですもんね。そうですね。もう17歳で全てを知り尽くしたという選手ですね。最近はいつも日本で誕生日を迎えます。ありません。あのあたりもひねりを入れてますもんね、ちゃんとね。はい、昨日と寸分たがわぬ演技いかがでした。総合のところはやはり4種目を完璧にというので、少し力を抜いたり入れたりするのがはっきり見えましたけども、今日の種目別はですね、はい、もう最初からビンビン飛ばしてましたね。なるほど、はい、息が上がってましたよ。まあ、昨日の持ち点と今日の得点を合計して、順位を争うわけですが、それにしても本当に素晴らしい演技です。表情までね、はい、この演技の中で出るわけですから余裕ですね。山崎さん、はい、このパノバ選手とはね、一緒に演技をしたことありますけれども。そうですね、どうですか、ご覧になって。とっても力強くなったなと感じるんですけれども、パノバ選手ですね、ブルガリアの街で女の子たちにパノバだパノバだと騒がれるもんですから、普通の女の子に戻りたいというふうに言ってましたけれども、あるでしょうね。まあ、オリンピックまでは頑張ってくれるんじゃないかなと思います。はい、今10点満点が出ました ね。これで昨日の10点と足して合計20点、完璧な演技です。同点2位ですかね。同点2位かな。それとも最後のブルガリアのビアンカ・パノバ、この人の演技に光ります。とにかくブルガリア勢は昨日今日と、まあ、全てに10点をマークしているわけですから、はい、果たしてここで10点を取ればパーフェクト。パーフェクトは何かどうか。この種目だけは変えておりませんからね、はい、自分でも自信があると思いますよ。オリンピックでもなんかこれも全く同じことをやるらしいですね。切り替わるところがとてもいいんですよね。首に巻きます。まず頭を注目していただきたいんですが、このリボンは途中で非常にコミカルな動きも見せてくれるはずです。ターンですね、はい、軸がぶれません。ここです。ここですね。今度は前転2回。
石も本当に綺麗です。思わず場内から拍手が起きます。手拍子が鳴ります。もう本当に満員の場内から割れんばかりの拍手です。もう競技会という雰囲気は全然ないですね。なんかブルガリアのワンマンショーという感じがしてきましたね。もう何もこう不安がないですから、はい、楽しめますよね。もう一度スローでゆっくりご覧をいただきたいと思いますが、昨日の持ち点が 10.00。 日本のジュニアたち、あるいは今の現在の選手たちも、はあ、パノマみたいにやってみたいななんて思いますでしょうね。そうでしょうね。憧れですね、はい、そしてこのコミカルな表情、もう本当に余裕に見えますもんね。この中で本当に技をやったのかなと思うぐらいね、うん、全然切れ間なく一曲もあっという間に終わりましたよね。大きな拍手によくお分かりのようにまたまた出ました10点満点。これでブルガリア勢は昨日今日個人総合と種目別決勝両方を合わせまして見事にパーフェクトな演技とは言いながらですね、はい、昨日今日合わせて12回の10点満点、ね、全部ブルガリアと、はい、感想はいかがですか。まあ、昨年の世界選手権から本当に10点満点が多くなりましたけれども、はい、まあ、長いこの8回目のブラザーカップ振り返りますとですね、本当にこのブルガリアは、リリー、それと、パノバと、その後にギオルゲーバー、あの辺りのこう一世紀全部同じ選手がずっと来てたような気がするんですよね。でも日本の選手は山崎選手から今の現在の秋山大塚からまた次のジュニアまで3代変わっているということを見ますと、はい、日本の選手たちのこう伸びの方が早いのかなと、逆にですね、なるほど、素晴らしい選手はもちろん素晴らしいと思いますけど、日本の選手の、底辺が非常にこう大きくなったということは喜ばしいことじゃないかなと思います。その名前が出てきた山崎さん、はい、大会を振り返っていかがですか。そうですね、やっぱりブルガリア強しということで、このパノバたちでさえ国の代表になることが難しいということですから、はい、ブルガリアの層の厚さを感じますね、うん、あとはやっぱり日本選手のレベルアップがやはり目立ったなという感じで、この後6月に最終予選がありますので、はい、その方が随分楽しみになってきたなという感じですね。なるほど、今日はどうも長い間ありがとうございました。ありがとうございました。お送りしてまいりました88ブラザーカップ新体操国際招待競技会、種目別決勝の模様を東京代々木第二体育館からお送りいたしました。どうも鴨さん、長い間ありがとうございました。失礼いたしました。それではこの辺で失礼いたします。